一番最初の配信がクワムン VS ハラセンという形ですね。さてさてさて、 OK ですかね。これラップトップで全部球面とかやっちゃっていいですよ。さてさて、ちょっとこっちもごめんなさいね、コメントを。やべやべやべ、はい、はい、さてすいません、第1試合見ていきましょう。ハラセン VS クワム、クワムさんがやべえ、あ、出た出た出た。そうですね、キャラはいつも通りという形でいきましょう。見てみましょう、上強から。おっと、しょっぱなからハラセンアイスクライマーがコンボを見せていく。やはりアイスクライマーといえばこのコンボ火力ですよね。強みはアイスクライマー側、今作でも強みはこのお得意の切り離しコンボ、2人いるキャラクターを別々に操って時間差で攻撃してコンボをこのようにつないでいく、この強さ。ミスターさん、早速ワンストック取っていったのはハラセンアイスクライマーと。ここで何かをちょっともぐもぐしているプロトバナムさんに解説にお越しいただきまして、実況解説、こんばんは、プロトバナムです。始めていこうと思います。1戦目ですね、1戦目のワンストックを秒でアイスクライマーお得意のコンボが決まって、はいはいはい、ワンストック取っていったという形なんですけども、アイスクライマーどうなんですかね、天キャラ対天キャラっていうのは。ちょっと面倒くさいと思うんですよね。やっぱりアイスクライマーとしてはやっぱり密着が強いファイターでして、はいはいはい、剣先の先端ですとどうしてもちょっと届かないことが多くて、やはり弱みとしてはそのリーチのなさがあるっていうことですね。そうそうそう、先端を押し付けられるとちょっとしんどいっていう。なるほどなるほど。でも結構リーチが長いキャラが今回スマブラの中でいっぱいいる中では、まあ剣キャラはいけなくはないところなのかなっていうところで、全然いけなくはないですね。もちろんそのワンなんか何ですか、一回勝った時のアドのデカさっていうのを生かしてっていうところですよね。そうですね、剣キャラも基本的に火力が高くないことが多くて、はい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 、安く済みがちなんですよね。リーチと発生がまあまあある、ので、コンボがつながりづらいのが基本的な剣キャラの。そうそうそう、クロムはちょっとその中でもちょっと普段高い方なんですけど、その分やっぱ突起が弱いのと、はいはい、こういうところですね。そういうところがちょっと弱点なんで、まあ、そんな狙いはあるかなと。なるほどなるほど。ちなみにこのアイスクライマーの技なんですけども、下強と空後結構えげつない格好です。飛びますね。結構これクロムにとっては致命傷となりうる覚悟で、そうですね、アイスクライマーの中では結構空下メテオもありますんで、はいはいはい、メテオを簡単に決めやすいとか、はいはい、結構直接かもしれないですね。なるほどなるほど。やはり復帰の展開になると相当厳しい。そうですね、ちょっとでも危うい角度で飛ばされて一気に顔が1個なくなるぐらいの覚悟をするべきかなと。なるほどなるほど。とこれは上強からしっかりとコンボつなげて、ここはもう 117%、 投げられてもアウトですね。ブリザード当たってもアウト、空後でもアウト、ガーケーションなんか全部アウトですね。そしたらあ、こういうことですね。そういうことですね。なんでもアウトですね。どこかで読み合いを制していけば勝ちと。ちょっと遠いや、もしかしたら近さで、なるほどね。多分音響の方も微調整はしてくれると思うんですが、
さて勝ったのはハラセンアイスクライマーというですね、まあ、途中から見たんですけどやっぱりアイスクライマーのハラセンさんがうまくね、はいはい、クロムが先端を押し付けないと先端を押し付けようとしてくるところうまく中間とかも追い込んで反撃が取りやすいように動いてますね、はいはい、なるほどなるほど、まあ、剣キャラの一番したいこととしてはやっぱり剣の先っぽでちょくちょくと、まあ、ガードされても反角がないようなところで、はい、あの技を振っていきたいっていうところだと思うんですけども そうですね、うん、そこに原仙さんが、まあ、ダッシュガード等で潜り込んで、うん、深い位置でガードすることで、うん、まあ、リターンを取る、そうですね、反角等を取って、そこからの読み合いが結構抜群にうまいですね。なるほどなるほど、そこって結局また読み合いなんですけど、はいはいはい、その読み合いをどうするかっていうのが、なるほど、潜り込んだ後ですね。そうですね、ガードするのか飛ぶのかもしくは引くのかっていうのがまず読み合いになってるので、そこが面白いかなと。なるほどなるほど、そこも加えて2戦目見ていきましょう。キャラは変わらずですね、ステージが変わりましたが、どちらかというと狭い、さっきよりかは地上が狭くなったような感じなんですけども、そうですね、ちょっと意外なステージ選択ですか。そうですね、意外ですね。結構剣士キャラとしては結構長いところで、はい、なんか待ちながら戦いたいんですよね、はい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 、アイスクライマーはなんですけど、狭いところだと結構追い詰められやすい展開も多いですし、まあ、崖の展開がまず多いんで、はいはいはい、ちょっと攻め手が強くないとやばい。あっと、これはこれはそのままバースト、これですね、アイスクライマーの、ね、見てても気持ちいいと見栄えがいいっすよね。見栄えですよね、すごいコンボしてる感ありますよね。うーん、チーム勢みたいな感じで一人チームですからね、ある意味これが決まるとエグいんですよね。エグいっすね、メンタルも持ってかれるんですよね。うん、一発食らうとっていう形で、もう次は食らえないって気分違います ね。このブリザード食らうだけでも、うん、今ちょっと面白いことする、うん、今ブリザードで、はい、あの NPC 側が硬直してたのを無理やり多分ウェビーで連れてこようとしたんですかね。はい、そうですね、使い手っぽい、使い手っぽい動きがしてる。OP 下が簡単に出てしまって、これが捉えきれない、はい、NPC 結構復帰うまいんですよね。復帰は弱いっすね、弱いんですけどちょっとねランダムっぽい動きをたまにするので、なるほどちょっと当てにくいっていうのもありますね。さて、ただ一人になってしまうとやはり心苦しいものがあるが、ここで一人でどんだけ頑張れるかというのもアイスクライマーの使い手の見せ所。そうですね、どれだけここで稼げるかによりますね。うまい回避は見ていたがギリギリ空母が当たらず、空母を逆に差し返して外に追い出してから、意外と一人になった時の、うん、このアイスクライマーの復帰も張りづらいんですよね。張りづらいですね。なんかウェビーがなんかホワって飛ぶ浮くんで、ちょっと浮くんですよね。ちょっと浮くんで、それがちょっと逆にタイミングが狂うかもしれないですね。まあ、逆に移動空回避とか横 B だったら分かりやすいんで、はい、今みたいに横強で狩りやすいのかなとは思います、ね。はいはい、なるほどなるほど。と端っこで掴まれて、ただラインはないので今メテオを狙ったんですか。狙ってたんですけど、ちょっと7が今行動不能状態でしたね。なるほど、先行入力が間に合わなかったんでしょうね。空母を押し付けて、この空母結構ガードも削れるんですよね、アイスクライマーは、うん、削れるし、あと漏れやすくなるんでブリザードに多分持ってきやすいかなとは思います、ね。なるほどなるほど。おっと、そのまま横スマッパなしでコンボだけではないぞと。そうそう、ね、7を縦にしていくそこのアイス雪山であったただの知り合いと、うんうん、別に兄弟でも何でもないと。確かにね、なんか兄弟双子っぽいんですけどね、すごい似てるんですけどね。似てるんですけど、ね、ドッペルゲンガーみたいな感じですけど、うんうん、横ビーの後しっかり買って外に出してから、なるべく台上で待ってリターンターンを継続したい。ただ追い詰められると飛ばざるを得ないんすよね。そうなんですよ、あのブリザードを出されるとどうしても剣士側は飛ばないとリーチが勝てる技がないんですよね。実は空前等を押し付けないと無理っすね。リーチ負けするんで斜めから飛び込まないといけない、かつ高いところから行かないといけないんで、はいはいはい、それがあるんで。あとこれは当たって、これちゃんと受け身を取ってですね、はい、本作家、踏みつけも受け身を取れるようになったので、うん、コンボは確定ではない。踏みつけを経由したコンボは確定ではないですが、うまいですね今の空間落とし。なんか
熊さんの今の空前空前というかジャンプを読んで置いてたんで、はい、もう結構見切ってます、ね、なるほど人で見切ってる。そうで見切ってもう掛け展開でもうしっかりバーストしているところがもう素晴らしいですね。そうですね、あの空母本当にジャンプどっかで引っかかると黒もそのまま高度的に致命傷になり得るっていうのがとても怖いですね。そうですね、そこが結構きついかなと思うんですけどね。ただクラムさんはもう結構アーセンさん側が、うん、こう下橋で追い出したい、うんうんうん、崖で上 B 出した後に、はいはい、下橋でそのままチョンって当ててバーストしたいっていう場面も結構見えたんですけど、うん、クラムさん側もそこをちゃんとケアして引っかかることはなかった、うんうん、どっかでチョンってなるのかなと思ってたんですけど、うんうん、さて勝ち上がったのはハラセンさんと